テレグノシスは日本の競争馬、シュボバ。2002年の第7回 NHK マイルカップの優勝馬である。馬名は造語で、チサトガン、エンチ能力を意味するトレジノシスから名付けられた。トニービンさんクラらしく東京競馬場での競争を得意にしていた。NHK マイルカップ以外の重賞勝利に毎日、王冠、KO 杯スプリングカップがあり、 これらも東京競馬場で施行されている。また、重賞以外の勝利も東京競馬場でのもので、その勝ち倉のすべてが東京競馬場ということになる。主戦騎手は勝浦正樹だったが、2006年の安田記念以降は乗り換わりとなり、引退まで一度も騎乗していない。新馬戦では藤田真二が手綱を取るが11着と敗退。折り返しの新馬戦で初勝利。 12月の暮れの500万した特別のサザンカ賞は、ローマンエンパイアの2着となる。若竹賞は2着、ウグイス賞で2勝目を挙げた。重賞初挑戦となったスプリングステイクスでは、谷のギムレットとの差のない2着となり、実力が評価された。本来なら、サツキ賞へ出走する権利があるが、得意の東京コースを選ぶとともに間隔を空けて、NHK マイルカップに出走。 4番人気で初 GI 制覇を成し遂げた。安城の勝浦正樹と調教師の杉浦も初 GI 制覇となった。同レースでは2回遮光し、震度妨害による硬着かと思われたが、15部の審議の結果硬着処分にはならなかった。被害を受けた谷のギムレットの安城武とよはこのことに激怒したという。次走の東京優春では11着に敗退する。秋シーズンは、 マイル路線に集中して、小馬と対戦するが、全く実績を残せなかった。安田記念の前哨戦 KO 杯スプリングカップで、久々の勝利を挙げるが、本番の安田記念では、主戦の勝浦が、起乗停止処分となったため、ミルコデムーロが手綱を取るが7着と敗退。内側有利の前の馬が残る馬場であり、大外から、 後方一騎で追い込むテレグノシスにとっては不利な条件であった。その後夏場はフランスへと遠征し、同場種で同一路線を歩むローエングリンと共に海外 GI に挑戦。ジャックル・マロワ賞が3着、ムーランドロン・シャン賞は12着。帰国後のマイルチャンピオンシップは14着、香港マイルは7着であった。年明けから3ヶ月の休養の後、 慶応杯スプリングカップで2着と復調。本番の安田記念では、鶴丸ボーイの差のない2着と敗退。秋は、毎日王冠を制覇して、東京の重賞レース3勝目を挙げる。続く、天皇賞では、前野ロブロイと人気を分け合い、2番人気に、指示されるが11着と敗退してしまう。このレースでは、直線で大外通った、人気バラが揃って敗退し、内を通った。 人気薄の馬が2、3着を占めるという結果となった。マイルチャンピオンシップでは横山範博が手綱を取り3着。香港マイルは14着となる。6歳となったこの年は確かな衰えを感じさせるレースとなり、安田記念では香港の最強短距離馬であるサイレントウィットネスやブリッシュラックなども参戦した中で一番人気に支持されるが6着と敗退。 秋シーズンも毎日王冠の2着が最高で未勝利に終わった。引き続き現役を続け、主戦の勝浦を外して結果を残そうとするが未勝利で終わり、安田記念は9着、最後のレースとなったマイルチャンピオンシップでは11着となり、11月22日に競争場登録を抹消して引退した。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。 2007年から2012年まで、レックススタッドで、種ボバとして、つなぎをされていた。初年度だった2007年は、受体確認5条件20万円、3区誕生5条件30万円の種付け料だった。2010年に初年度3区がデビューし、その中で7月17日に、新潟競馬場で行われた、メイクデビュー新潟にて、マイネイサベルが勝利し、 三区の中央競馬初勝利を記録した。マイネイサベルは9月5日の新潟2歳ステークスも生死、三区の中央重賞初勝利、2010年デビューの新種母馬の重賞勝利一番乗りも果たしている。ただ、マイネイサベル以外の三区は総じて不審だったこともあり、2012年を最後に種母場を引退した。引退報道前にマイネイサベルが重賞2勝目を挙げていたが、 その時点ですでに、レックススタッドをタイウマやしていたという。現在、テレグノシスは、札幌にある乗馬、クラブモモセライディングファームで寄席を送っている。ありがとうございます。